今日は実はゲストを呼んでいます。ゲスト、一緒に歌を歌うんだ。ゲストの松崎奈緒ちゃんです。どうぞ。今日は一緒に歌を歌ってみようかなと思ってですね、今日ゲストに呼んでみました。なかなか面白いことになると思います。ゲストの松崎さんです。もちろん。はい、エレキギターを初めて弾きます。これ僕のギターなんですよ。神戸で買ったんですけどね。いろいろ弾いたんですけど、やっぱりこれが良くて。いろいろ考えたんですけど、今回ライブするにあたって。何か面白いアイデアはないかなと思ってお布団に入ってたんですけど、あ、女の人と一緒に歌うのどうだろうっていうアイデアがあってですね、あ、それで松崎さんっぽい曲を一曲作ったなと思って、今度9月、来月12日にアルバムが出るんですけど、その中には社用という曲があるんですが、それがちょっと松崎さんっぽいなと思いましたんで、一緒に歌ってみようと思いました。太宰治が最近好きで、分かりやすいでしょう。これはパクリになってないのかな、大丈夫なのかな、大丈夫だと思うんですけれども、それでは一緒にやってみましょう。聞いてください。初デュエットなので緊張しますが、社用です。You can't lie.
失えばいいと教え合ったくだるのはあなた、oh. Oh. 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 Oh.沈みゆく空が、あの雲の中で、hey, hey. 笑い続けてるみたい、何にもなく。ありがとうございます、松崎さんに大きな拍手を、松崎さんは最近は何か、イベントがあるんですか、あるならば、この場を借りて言ってください。8月の24日に、渋谷のクラブクアトロというところで、ザ・ライトというテーマでライブをします。ワンマンライブです。日にちも近いですが、お時間がある方は、ぜひいらしていただきたいと強く思っております。他は、7月に、はい、太陽というシングルが出ました。はい、あと4月に虹盤というアルバムが出ました。聴いていただけたらこれ幸いでございます。もう一度大きな拍手、ゲスト松崎直さんでした。どうもありがとう。どうもありがとうございました。